生にウォーキングを習っているので、まあ、ウォーキング好きなんで、ありがとうございました。参加したい、引っ越しの競技じゃなくて、なんかリリークでリリークするので、先日その頭ができたりがすごい感じだったので、なんか、好きな人っていうんですけど、好きな人がいかに練習をして、なんかこう、ちゃんと変化していくかっていうのを楽しむような大会なので、そういうところがいいかなと思います。私はとにかく上手に歩けるようになりたい、それだけなんですよ。誰に向かってとかそういうのなくって、ただ単にかっこよくモデルウォーキングができるようになったりするだけで、そのために筋トレをやったり食べ物に気をつけたり健康に気をつけたりしてます。お金がそれはするつもりです。変わりすぎて楽しいですけど、歩けるようになることをちゃんと前足に体重を持って手をかけてること、膝をまっすぐに開かないようになることもいっぱいあります。はい、表情とかも。なんかオーディングってモデルさんやるようになる人の人がやるんじゃなくって、健康とか美容とかそういった気をつける人、パフォーマンスすごい大切なので、体も綺麗になるし、やりたいなと思ったらやってみたらいいし、それを習ってるイメージが初心者の人も上級者の人も、ね、一緒にレッスンできる楽しい場なので、その練習をしたいなと思います。